ドイツ鉄道101型電気機関車は、ドイツ鉄道が保有、運用する、特急旅客用交流電気機関車。ドイツ鉄道発足後の1996年から1999年にかけて、最初の試作車3両を含む、計145両がアドトランツで製造された、アイスと並び、ドイツ鉄道のフラッグシップとなる車両である。アメリカ合衆国では、 この101型を基礎としたアルプマイナス46機関車がニュージャージートランジットの通勤鉄道に投入されている。前身のドイツ連邦鉄道時代の1970年代に製造され、30年以上にわたって特急列車の牽引を中心に使用されていた名機103型電気機関車の老朽化により、それらを置き換えるための後継機として製造された。 本来ならば、高速旅客列車から重貨物列車まで幅広く対応する万能電気機関車として1980年代に開発された120型電気機関車が103型の後継機となるはずであったが、特に高速運転時のトラブルが頻発したため、高速旅客列車専用の機関車を開発することになった。それがこの101型である。 145両の製造量数は、103型量産機と同じ量数である。電気機器などは、アイス1で実績のある参照、交流誘導電動機を採用している。車体は、アルミニウム合金製で軽量化されており、省エネルギー化が図られている。また、エコ2000デザインと呼ばれる、環境対策設計も施されている。在来線に加えて、 高速新線の走行も可能である。ヨーロッパの鉄道では、折り返し時などの機関車付け替えの手間を省くなどの目的で、列車最前部の運転台付き客車から、最後部の機関車を遠隔制御し、機関車が客車を押すような列車編成方法が幅広く行われている。これは主に普通列車で用いられ、最高速度時速2 0 0トルで走る。 特急列車では実施されていなかったが、101型の登場で最高速度時速 200km での推進列車が可能となり、折り返し時間や機関車交換時間の削減が実現した。塗装は、最初の試作車3両は、オリエントラットと呼ばれる多少暗めの赤色一色塗装で、あるが、以降の量産機では、ドイツ鉄道のコーポレートカラーで朱色に近い赤色である、 バーキーレスラット塗装となった。1998年からは全面広告塗装車が登場し、2011年現在では様々なバリエーションの広告塗装車がドイツ全土を駆け巡っている。また、1999年から約5年間、ハンブルク・トケルンを結ぶ全車一等車の特急列車、メトロポリタンが運転されていたが、この列車の牽引機関車として、 灰色をベースとした塗装が施された専用の101型が用意されていた。試作車の登場から10年以上が経過しているが、この間のアイスモーの拡充により、客車による特急列車は減少の傾向にある。また、以前はオーストリアのウィーンに乗り入れることもあったが、後にドイツ国内の運用がメインとなっている。それでも145両前期がハンブルクを拠点として、 最高速度時速 200km で、ドイツ国内の特急列車の経引に使用されている。ありがとうございます。